んま。なんやこ。なんかこいつの顔やばない。パンチパン、パンチパン当たってる。それ何でやめたのこれ。うわー、俺叩くん好き、叩くん好き。あ、なんか来た。うわー、叩くん好き、叩いた。なんか来てん。あれバーンって来てん、なんか二人。ジャストサイズ。あ、なくなった。太鼓なくなった。あー、そうか。それはや、ちょっともう、俺もうほんま、大丈夫大丈夫。仕返ししてくるから。仕返しっていうか、もう肩来てるから。お前は？なんか、えらいとこだけ取られたね、君。全部丸ごとではなく、ここの、こう押すとこだけ取られたんだ。君は？あ、君は何それ、完成形。あ、君、完成形なんだ。あ、これラジオある？植木鉢。あれ？こんなとこ戻ってくんの？これ何？これ何もできひん？お？こんなとこ戻ってくんの？こんなとこ来てたっけ俺。まあでも来たんやろうな。まあいいや、こっち行ってみるじゃん。こっちは、だこれは気になんねんな。うわ、なんか来た。うわ、なんか営んではるやんこれ。お店？押せるとこ探していこうか。まあ、この人喋ってみる？オイル。お金いるよ、そんなん。あかん、勝手に勝手にやった。あかん、そらあかんわ。デメタン、デメタンが悪い。今のはデメタンが悪い。これ何してんの、何してんの。自分、自分っていうか動けんの。これ何なん、何してんのこれ。お、え、ビンゴ、ビンゴゲームしてんの。はいはい。あ、ふざけんなってお前。そんなん、もう、おい、え、もう、おい、縦の列やりたいからさ、なあ、ここどこ、もうやめろってお前。無理やんけ、そんなもんお前。あ、負けた。うわー、懐かしい。俺これ、え、あ、もう一回、もう一回出して。お、これな、実際ほんまおとんとやってたわ昔。あー懐かしい。これ防がなあかんのよね。だから4つ置いた勝ちやから、ある意味こっちがこう4つにしてしまうと、もうどっちもどっち防いでも、もう防ぎきれへんよね。5つになるのは、5つラインになるのは。これやったわ小さい頃、おとんと。勝った。ここ置くやろ、こうなるやろ、ここ行くやろ。おっしゃ、勝った。見たか。まだまだそれではうちのおとんには勝てへんのちゃうかな思うな。うん。で、なんやねん、なんもないんかよ。ほんで、ほんでなんもないや。これか、あ、これや、これや、あれじゃ、あの笛の先っちょ。お前が笛の先っちょ持ってたんか。やってくれたなお前。まあいいわ、これでじゃあ一個回収したわけや。オッケー。なんかどっか飛んでったような気もするんだけど、あ、これか、これや、これ取っとこう。よし、オッケー、これで多分大丈夫やね。こっちは、わ、おった、あいつらやん。なんか複数人数に増えてない？おった、こんなにいっぱい。おったか、これ銃撃ってたやつやろ。こいつもでも銃持ってるわ。あー、3人いるやん、3人組なんや。そうかそうかそうか。でも今何もしようがないもんな。なんかできるか？何も持ってないもんな、今な。無理やんな。あ、これは？これなんや？これ使える？これ使えへんよな。これなんかありそうな気がするね。そうか、一旦とりあえずちょっと縦長やめて、こっち行って。でも、何しかお前、これなんて持ってきたぞ。ほんの、これ。これやるわ。これ復活しちゃうん、それ。その笛。おお、あー、いいや。うわ、来た、ダンスタイム来た。デメタのダンスコーナーや。こいつの顔、どこ見てんねん。え、どこらへん見てるんです。
どうしたどうした、あー怒った怒った、なんか怒った、えなんか怒ってんけど、あいつもう一回やって。お何これ、あなんか中に入ってんのこれ、あこいつ中になんか入ってんねや、これか、ここでこれか、違う、しゃがんでとか無理、しゃがんでこうとか無理、あ違う、これなんなんやろな一体、これが何かが分からへんね、まずデメタン、これ何、ここ、これが何か分からへんわデメタン、これ使えへん、これ、あ使えた、あハエ、あハエキャッチしてんの、あオッケー、これでハエつけたわけだ、えハエを、えデメタン、デメタン何ゲットした、あハエをゲットしたん、いや、ハエここか、これ、この、なんていうの、ホルンみたいなところにこれやって出すとか、そういうこと、虫を、違うよな、いや、あり得るのはあんだけ、なんかみんなで3人でね、カードゲームみたいなのしてたから、そこにもう虫を送り込むんちゃうかな、なんかそんな気がする、無理、無理か、違うわ、違うかった違うかった、あれじゃあ違うんや、あ、ちょっと待てよ、じゃあこのオイルに使うんかな、こいつ、この虫、よし、あ、違う、あ、彼に使うの、あ、彼がなんかやってる、今や今やデメタン、デメタン犯罪やねそれ、デメタンそれ犯罪だわ、あ、これで代用しろってこと、ええやええや、それ喜んでくれたあいつ、お前自体がそもそもシンバルみたいになってるもん、仲たちがな、あーそうか、もうええー、わかったわかった、デメタン踊らんで、あ、怒った怒った、また、あー怒った、頭に2枚もできるわ、うるさすぎて頭に2枚もできるわ、ほら、あ、なんか落ちてきた、これ何？ん？葉っぱ？これここに使うんちゃう？じゃあこれ無理かな、はい、あ、違う、葉っぱ使えへんのかな、これまた出めたらしゃがまなあかんかな、はい、あ、違う、これ画面変えてからとかでもない、こうとかここで、あ、違うわ、チュ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 って感じでネズミっぽい感じがすんのよな、ネズミっぽい感じやから、ネズミを引っ張ってくる、あ、これ上行けんの、あ、上行ってみる、じゃあ上行ってみようか、どこや、すごいな、上も行けんのこれ、でもここも行けそうやけどな、これなんもなし、それとこれ伸びるとか縮むとか関係なし、あ違うか、あじゃあ上行く、これもなんもないやろ、こいつとかやばいな、これ一回一台欲しいやろ、なんでお前がおってこんな汚いで、逆に、どこやこれ、めっちゃ老人ホーム的なとこ来たやん、これ合ってる、さっきのやつ俺できてる、ちゃんとここになんかシャボン玉みたいなのもあるし、ここにもなんかレバーみたいなのあるし、いろいろやばいわ、ここ本質は何、これ無限無限どうした無限さすが老人ホームやな、そうだしねーとか言って言わなあかんねんな、これ老人ホーム行ったらな、あなたはオイル、じょうろ、あ、ここに入れろってこと、オイルを、そんなん言われても、あんた移動してくれたら無理ですやん、そんなん、あ、持った、あ、持った、オイル入れてこいってことか、うーん、いや、デッキになってんのがこれやな、これだけレバーやんな、これなんかある、あ、取れた、あ、レバー取れた、ほう、いろいろあるな、ちょっと違うとこ来てるっぽい気がするな、さっきのやつはさっきのやつで回収できる気がすんねんけどな、まあこっちもいけそうやし、こっちもいけそうなんやな、イメージ、ちょっとこいつが気になるから、でもこれ見てみるわ、この顔みたいな自動販売機みたいな、これ電池売ってんの、これ何、あ、お金を電池に変えてくれるよ、
お金か。あ、この人は？この人のとこ行ける？あ、デミタ行けへん？まだ。あ、そう。これもなんかある気がすんねんな。だってこれ時間っていうよりはって感じせえへん。なんか。まあいいか。こっちは？あ、行ける？デミタン。あー、広っ。あ、直してんの？お前足これ足、誰かに登ることを許すロボットやな、こいつは。だからうわ、いいやん、こいつめっちゃシャレてんな。そこまで行っちゃうデメタン、そこまで行っちゃうの？おい、デメタン、そんな人仕事だろう仕事だろうおい、デメタン、いたずらしすぎやって、それはなあ、デメタン。これは、あれ、あれなんか気になる。ちょっと待って、ここは？ここもなんかある。ほー、これまた俺の苦手なやつや、これ。え？取れたんですけど。加えちゃったんけど、それありなん？いやー、分からんな。左に曲がれって書いてるから、ここに。これは合ってると思うねん。でもそうするとこういう風に進んでいったりとか、こう、こっちからこういったりとか、こういう風に迂回していったりとかしなきゃいけないけど、それをするのに接続できるものがないんですよね。で、まずこの左からこうしかもう考えられへんし、で、こういった時にこうつなぐこともできるし、あとこいつもつなぐことができるけど、どっちにしても上に行きよるよね。ってことは右側に曲げるものがいいねんけど、右側に曲げるものがないんよ。だからどうしようもないよね。とりあえず今いいわ、こっち行ってみよう。ん？こいつなんかあんのか？あいつが持って行ったからダメなんだよみたいな。これなんや、これ入れへんのか。持ってるもん的になんかすんのかな。いやー、でも葉っぱとか使う場所じゃないやろこれ。レバーでもないやろさすがに。いやー、ちょっと待てよ。ほんでここにもなんか猫みたいなのいんのよな、これ。寝てんのよな。うわ、ちょっと待って、やれること多くなってきた。こうなったら困んねんな。さあどうするかな。 こいつは、あ、こいついける。うわとか言ったわ。ん？あれ何やってんやろ。あ、できた。ん？あれなんかすんのか、これか。違うか。こいつもなんかすんねやろな。あ、違うか。今の状態ではダメだけど。何あいつ、連動しよる、連動しよるこいつ。おー、むずいわ。ちょっと待って、行けるとこが多すぎて逆に多分俺次んとこ行ってる気がすんねんけどな。まだ回収しきれてない分がいっぱいあると思うねんやんか。やんかーってこれは？あ、それ開かへんの？このレバーとかで絶対なんかあるもん。うわ、きっつ。あ、ここじゃん。このレバーってここじゃん。これやわ多分。この穴に入れるってことじゃん。これ読める？あ、ん？これが何か分からへん。この記号はとりあえず分かって、で、これやろ、おばあちゃんが言ったやつやろ、無限。まあ、一回これ刺してみる？ここに。OK？ で？うわ！ 6 つ！え？開いてんけど！え？開いたんですけど、なんか勝手に。あ、なんか置いとくか、なんかある。いや、理屈分かってやってるわけじゃないからさいや、こんなん出だしこられても何。今度はこのマーク、このマークのここか、6時。
一回やってみようか。このマークの6時が、このマーク、あのマークにどうやってしたらいいの。めっちゃ回さなあかんじゃん。めっちゃ回さなあかんわ。こうか。あ、来た。あ、あれでおばあちゃん帰ってくるような、おばあちゃん帰ってくるようなやつな。はいはいはい。ここは夜になるよか。この3つ、あ、なんか、ちょっと待って、なんか来た、なんか来た、なんか来てんけど、なにこいつ。ちょ、俺も行かして、俺も行かして行けよ。行けへんの。俺は行けへんねや。ん、なんであいつ行ったんや。それ時間帯で動いてんのかこいつらは。夜にこれしてみる。じゃあこのなんか涙マークみたいな、涙マークのこれは9時。はい。お、なんか出てきた。こっから出てきたんですけど。ん、夜になるこれ。あ、しまった。どういうこと？これ3つ連続でやるのかな。これのマークの9時。うん、やってみよう。なんかだから一定の動きをしますよっていうことを指してんのな。はい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 、はい、だここのやつも同じやと思うんだよな。どこのマークに合わせてもこの時間帯にこの無限ばあさんが、無限ばあさんは行くってことやろ。ほんでこれが夜、なんか夜になってここが出てくるってことな。こいつが出てくるやつな。これおばあさんがどっか行ったらここが見えるわけやけど、なんか一個消されてたやつあったやろ、おばあさんのやつに。それをちょっとやってみたいと思う。はあ、しかしわからんもんやねこれ。難しいぞ。とりあえずこいつがなんかじょうろにオイル汲んできてくれみたいなことも言ってたから、ちょっといろいろやってみたいこともあって。あ、ここはこれとか開けられへん。これ無理。こう鍵、あ、鍵なくなってる。え、いつの間に。これで出てくんのはいいねんけど、確かあの右上のやつが勝手に移動したはずやねん。ほら、来た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 。どう、動いてくる。こっちに来たやろ。ここの間に行けへんのかっていう話。おお、入れ違いやった。ほら来た。ここどう。あ、無理なんや、結局無理なんや。あ、そうかそうか、じゃあいいわ。まあまあ普通にあの左のねマップのとこ行きましょう。まあいろいろ伏線を拾いきれてないところはあると思うんですけど、どう考えてもこいつがやっぱ怪しいよな。でここに多分電気を通すことでこいつが落ちるとか、多分そういうなんかよく分からへんけど、多分この鳥をなんかすんねやと思うんだけど、ここに登れるからなんかあると思うんで、このコンセントを抜くっていうことがきっと何か意味があると思うねんな。ちょっと待って、今思いついたことちょっとやってみよう。こいつの頭の上に乗ってこのコンセントを抜いたら、デメタンが右下に飛ぶんですよね。ほらすぐ立ち上がんねん。っていうことは多分ここを触れとか、あ、来た、あ、来た。お、あ、お、お、お絶対曲がれへんやろな。お、すげえ、こっち行った。え、これどうする、こっち登んの。え、これ何何何、こっちが やなったかこんがらお、もう嫌がらせしかしてへんぞ最近デメタン。これなんかすんの。あ、違うか。いや、これ上がれねえって。上がってなんかすんねんって絶対。これかな、これ触んのかな、これかな、これか、こいつか。お、捕まえた。あ、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 え、何のためにあっち行ったん。もうちょっと待てよ、触れへんねやな。あいつだから引っ張ったことに何か意味があんねん。あ、来た、こっから来た。こいつなんかしてる間にってことか。あー、ちょっと待てよ、こっち行くやろ、こっち行って小鳥がなんか真似してくんだよな、こいつ真似してくんだよな。
そう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 。ほんでこっち目いっぱい寄った上でこっちに行ってここを登ります。デメタ、あ、もう全然ちゃうわデメタ、全然ちゃうわデメタ。デメタなんかできんのか、そっからあいつにこうなんかアクションかけられへんのか。お、危ないあいつおい、ちょっとデメタ移動して、デメタ移動して可愛いな。お、こいつ可愛いわ。こいつがこうやって足伸ばしたりさ、可愛いな。こっち短くしてみようか。ほら、へい、えい、えい、うわ、なに、お、お、え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 、今、今や、めちゃめちゃ、いけ、ダメだ、今、今、今、え、あ、返してくれたん。あ、そういう意味があるの。え、ちょっと待って、ここ切れ、え、ここ切れてんだ、猫どうすんの。猫、猫なんかあるんちゃう。ほんま拾っとこう。これはいいわ。猫や。あ、猫は。あ、やっと進んだ。あ、そうか。ほな、この鳥はこれで回収できたな。あとはこうなんか置いてるやつ、まあ、この人とこの橋ロボと橋こいつやん。いた。お、あ、一緒か。あいつはじゃあまだ何もできひんのかな今んとこ。まあとりあえずじゃあこれいく、このなんかあのパズルのやついく。多分1ピース足りひんかったからどうもクリアしがたかったんですけど、今やったまあでも1ピース増えたり増えたり難しいからな。これがまずどこなんやろな。上から右行って下行くんやこいつ。下から上行って右、ちゃう、下から右行って下、下こうや。やっといけた。これやと思うわ多分。こうやな、ここや。これで下からこう上がっていって一直線になるんだ。あーすごい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 、そうなんや。で、でどうすんねやろ。でこれがまあ起動するようになったってことやな多分。ほんでこの人話しかけんの。もうこいつ俺移動させてもうたからな。あ、これか。ちょっと待てよ、これちゃう。ちょ降りてくれ。このここなんかビリ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 してるわ。これなんか意味あんのかな。ん？これ帯電したってこと？今こいつが帯電したってことか、それとも全然違うよってことなの、どっちなんやろ。違うか。これでもこいつは華麗に回避していくから関係ないんよな。おー難しかったぞ。ここがいまいち分かってない。まだアイテムが足りひんのかな。まあそういうことか。これは合わなかったわ。なるほどな、電気が通ってるからできひんかったけど、この紐が切れて電線が切れてここでブラブラしてるときに箸にくくりつけると、そしてここで電気を通すんだ。するとこの部分に電気がいってるんだ。で何が言いたいかっていうと、こいつやついに出てくるのか。あ、ほんだ全部使ったことになるんや、これで。アイテムというか、まあ、そういったものを。あー、そうなんだ。多分これ大丈夫やと思うんだよな。これで、多分こいつの尻尾を引っ張ると。来た。あ、いた。え？固まったんですけど。え？固まっちゃいましたよ。これもうちょっと切ってあげて、かわいそうやから、なんか見てるだけで。こうしよう。あ、なんもなんも悪いことしてんの。これ取れる？ごと？あ、わかった。猫ゲットやろこれ。猫ゲットってことやな一応。ってことはついにやっとあの3人目のホルンを直すことができるんじゃない？